どうもお疲れ様でですすニュースの時間ですあのだいぶ全米から暴落してる中でまあ踏みとどまってるね XRP みたいなのもあるんですけどもまあけど気になるのはカルダノでしょうねカルダノがなんか五十数円台から三十数円台までガクンと落ちてね一時期33円とか終わってたみたいなんですけども現在は3 5 6円に推移してきたのかなと。 いろいろと思うところあると思いますけども今回は SEC の公式発表によって受けた影響が大きいんじゃないかなと、まあ、暗号通貨はねもういらないんだみたいなねまあ、そんなあ報道だったと思いますけどもあのやっぱね暗号通貨って国によっては完全にダメって規制される部分もあると思うんですよもしくはものすごく扱いがキツキツになるところとかねでそういったのが注目されますけども、まあ、今ねアメリカを中心に やっぱりこの金融っていうのは作られてますけどもこれからはどうかなって考えるところがあるんですよ。まあ、例えば東南アジアとかねそれからシンガポール中東ドバイとか暗号通貨を使うことをもう本当に保護するというかね奨励してるというかね政策として暗号通貨ッ OK だよみたいにして結局いわゆる西側 G7 を中心とした日本もプラスアルファですけどもこういった今まで金融を 牛耳ってていたととされているところでまあドルをすごくね尊重している国だと思うんですけども、うん、でもドルを使いたいよっていうのが行き過ぎてまあせいぜいユーロとか日本円ぐらいは三大通貨だよ基軸通貨だよって言ってる中でビットコインなどの暗号通貨はどっちかっていうと厄介なものなんですよねだからどちらかというと排除したいわけなんですよこれはドル主導である限りはいろんな通貨を 排除したいいとと思うのはもう仕方がないことなこんですけどもでも今になってねだいぶ時代が変わってきてビットコインを使っていこう国としても応援していこうとか国としてステーブルコインをやっていこうとかあとロシアなんてのはね暗号通貨を主要銀行で使うようになってますからねそうなってくるとねいつまでもドル一強っていう時代からね変わってくるんではないかなと思うんですよ。そうなった時に今金融の中心が ドバイに移りり変わっていってたりとかねこの可能性もあるわけですよまた人民元みたいなものでデジタル人民元ってものがねもしかしてものすごく使われ出しちゃうかもしれないアフリカっていうのはいろんな通貨があるんですよねでアフリカっていうのはあの奴隷貿易とかあの三角貿易、まあ、これ歴史をご存知の方だったら分かると思いますけどもかなりヨーロッパアメリカに逃げ液を飲まされてきたという歴史があるんですよ、まあ、ですんで このアフリカというね巨大なマーケットが G7 を中心としたドル主体の通貨に、まあ、迎合していくかどうかっていうのはちょっと怪しいですね今はしょうがないけどもそのうちに別の通貨に可能性を見いだすかもしれませんしまあなぜカルダノっていうのは30億人以上の、まあ、預金口座も持たないし身分証明書もない人のための通貨ですから 値下がりをしたからといってねそのミッションがなくなるわけではないんですよ、まあ、ですんで長期保有をしている方はね全くビビってないと思いますけどもうん、まあ、この体を中心とした暗号通貨ね暴落したからといって怯えることではないかなっていうところなんですよこれからはおそらくビットコインなどの暗号通貨が規制される国が増えるのと同時に反対側で逆張りをしてね だったらうちは暗号通貨をもっともっと盛り上げていくぞみたいな国や地域もできると思いますんでね。だから暗号通貨がもう二足三文になるってことはまあ考えられないかなと。もちろん最初からペンメングサみたいなやつはダメですけども、コインマートギャップのね、上位に乗ってるような、まあ、そういったコインが二足三文になって使い物にならなくなっていくっていう未来は非常に見えにくいかなと。むしろ値下がりをした時がチャンスぐらいに 思えないと暗号通貨の投資っていうのはやっていけないんじゃないかなと思うんですよ。それからね、大事なのは目標金額を設定することですかね。どこまで行ったら、あウィズドローするか、要するに決済するかっていうこととか、あと暗号通貨にね、まあ、どんな、あの、まあ、夢ですかね。夢って言うとちょっと安っぽい言い方になりますけども、夢を見ているかってことじゃないかなと思うんですよ。まあ、そういったことも考えながら、暴落もあれば暴騰もある。これ当たり前のことです。 でどちらかというと私たちは冒頭を願ってるわけですからこうやってね値下がった時こそそうじゃないんだよ大丈夫だよというふうなメッセージをお互いに発信し合うことによってうん何か老媒売りっていうのをね避けていった方がいいのかなと思いますねやっぱ暗号通貨を買った瞬間ってこれで少なくとも儲かることを期待したわけでしょ、うん、だからやっぱり儲からない未来っていうのはあまり思い描きたくないのは分かりますけども でもいろんなものにポートフォリオを組んでいるその一つが暗号通貨であるわけですから、まあ、そこまで深刻に考えなくてもいいのかなというところですねまあ今までも何度も暴落がありましたけどもそのたんびにその後は値段が上がって前よりもいい価格で安定してましたからねそうやって一進一退を繰り返してマーケットは広がっていくんじゃないですか、はい、じゃあ今回はこんなところにしましょうかお疲れ様です